こんにちは、ひとひかりです。今日はね、人生で初めてタバコを吸おうかなと思って、お散歩しながら動画撮れたらいいかなと思ってたんですけど、風が強すぎてやめました。僕ね、花粉症であんまり風とか嫌なのでね。なので今日はエゴサしたいと思います。人生でね、初めてこれもエゴサーチっていうのかな、押して、まあ悪口書かれてないかなみたいな感じでやりたいと思いますね。てかそもそもエゴサって何なんだろう。 SNS をね、始めたのが去年なので、全然あんまり詳しくないんですけど、しかも一番最初に始めた SNS が YouTube ですね。Twitter とか Facebook とかあんまやったことなくて、27歳なんですけど、僕の世代が多分 Twitter とかドストライクだと思うんですけどね。で、始めてからスマホもそうですし、スマホができたのは iPhone ができたのが僕の高校生ぐらいだったので、一番触ってるはずなんですけど、そういうの疎くて、そもそも YouTube を SNS というかは分かんないんですけど、まあ、初心者なのでちょっとエゴサの意味を調べます。やり方とか、エゴサーチとは検索エンジンなどを使って自分の本名やハンドルネーム、運営しているサイト名を検索し、インターネット上における自分自身の評価を確認する行為のことです。略してエゴサという。じゃあ普通に Google で僕の名前を打てば出てくるのかな。ひとひかり出てこないですね。なんか温泉宿の一等温泉宿ひとひかりってのが出てきますね。画像検索でも出てこない。画像検索で下の方に僕のツイッターのあれがある、アイコンの画像。ひとひかり、すごいな。ツイッターでひとひかりって調べてみますか。YouTube で検索しても僕の動画が出るのは当たり前なんでね、出てこないですね。ひとひかりちゃん、ひかりって分かれちゃうんですね。あのファイヤーの方とライトの方、ファイヤー&ライト、そんな知名度ないんで出てこないのは当たり前ですね。悪口も出てこないし、いい意見も出てこないし、つまらないっちゃつまらないですけど、絹毛のハムっていうチャンネルやってるんですけど、それもね、ちょっと検索してみますね。 YouTube でなんかおすすめでハムスター虐待って出てくるんですけど、ハムスター虐待してるわけではないんですけどね、わけではないというか、ハムスター虐待してないんですけど、おすすめにハムスター虐待の動画が出てきちゃいますね。他の人はこちらも視聴しています。ハムスター虐待っていう動画が Google の検索エンジンで絹毛のハムを検索しますね。僕の YouTube、 でも一番上に僕の動画が出てきますね。まあ、絹毛のハムって名前で被ることはないと思うので、さっきのひとひかりみたいにね。なのでいいのかな、これはこれで。悪口とかもう見つからず、てかそもそも僕を取り上げてるところが一つもない。悲しいといえば悲しい。絹毛のハムの飼い主さん、これマジで言われたっぽいけど、私は収益か肯定派です。ハムに負担をかけなければいいと思う。僕の動画についてツイートしてる人がいますね。多分これはネズミで金稼いでんじゃねえよって言われた動画だと思いますね。あれマジで言われましたからね。あれと
あと爬虫類の餌にしろとか、本当にめちゃめちゃ飽きますからね、悪口。まあ失敗でしたね今日は。一つバズマグ画像検索で今パソコン閉じようと思ったんですけど、画像検索の端っこに見覚えのある僕のハムスターの画像があって、バズマグん？なんていうのこれ、バズモグかな、がブログの人かな、その人があの動画についてまとめてますね。ペットショップで売れ残ったハムスターの末路ってやつで、こういうの許可なしにやっていいんだ全然いいんですけど、心からリラックスしている様子に思わず癒されました。なるほどね。こっちまで行っちゃうんですね。まあ一人だけいましたね、勝手にブログにまとめてる人が。全然いいんですけど、今日のエゴサはあんまりいい結果にはなりませんでしたね。なのでハムちゃんを登場させますか、せっかくなんで。うちのハム太郎、ミルワームあげますね。ミルワーム、一瞬だ。一瞬で食べちゃいますね。難しい取るの。こんな感じで、もう一匹ね、ロボロフスキーがいるんですけど、その子は手乗りになってないので抱っこできないんですよね。こんな感じでハムスターの動画を上げてるんですけどね、どうなんですかね。こんな感じでいつもハムスターと遊んでます。本当はウサギをね買いに行こうと思ったんですけど、気づいたらハムスターが家にいましたね。一番最初の動画かな、2番目に出した動画が確かその内容の動画だと思うんですけどね。まあご縁があって今はハムスター2匹と暮らしてますけどね。下の人がひたすら壁ドンしてくるんで、そろそろ動画終わりにします。聞こえてるかな、めっちゃ壁ドンドンやってきますね。うるさいのかな、そんなにうるさい声では喋ってないんですけど。
ろそろ怒られそうなのでやめます。ご視聴ありがとうございました。